まずは茶色で波の線を描きます。左右対称にならないようにちょっと右側に膨らんだ形に描きます。下の方が砂浜になるので砂浜の部分に黄土色を塗っていきます。こんな感じに全体に塗れたら筆にお水をつけて右の端の方から溶かしていきます。最初に描いた茶色の線のところも色が溶けるようにギリギリまでお水をつけて溶かしていきます。最後に絵の具が溜まった部分は綺麗な筆で少し拭い取っておきましょう。左側に前回の波が来たところで砂がまだ濡れている部分に少し濃いめに色をつけておきます。茶色と黄土色で波の形に塗ってお水をつけて溶かします。全部溶けたら筆をきれいに洗ってきれいな筆で際のところをなぞって少しぼかしておきます。ドライヤーを使って完全に乾かします。乾いたら波の部分に色をつけていきます。手前の部分は砂と同じ黄土色と茶色で色をつけていきます。波打ち際のこの波の端の部分は白いまま残しておいて、少し離れたところから上に向かって少しずつ色を薄くしながら黄土色を塗っていきます。波なので色鉛筆は横向きに動かすといいですかね。黄土色の上に茶色も重ねます。筆にたっぷり水をつけて色が薄い方から濃い方へ向かって溶かすので、上の方から下の方へ向かって筆を動かして溶かしていきます。
筆を動かすときも横向きに動かすといいと思います。で、波の際のところは少し丁寧に溶かしていきましょう。全体が溶けたら筆をきれいに洗って少し水をタオルで拭って際のところをぼかしておきます。筆をくるくると回すような感じで白と茶色の部分の際をぼかしていきます。ドライヤーをかけて完全に乾かします。乾いたら水色で奥の方から手前に向かって横向きに動かしながらだんだん薄くしながら塗っていきます。黄土色を塗った部分にも薄くかかるぐらい、はがきの半分ぐらいのところまで色をつけます。ミリジアンで真ん中あたりに少し緑色を入れます。一番奥には青色を塗ります。塗れたら水で溶かしていきます。色の薄い方から濃い方へ筆を動かすので、手前の青色が薄い方から奥に向かって横向きに筆を動かしながら溶かしていきます。手早くやらないとムラになってしまうので、筆に水をたっぷりつけて手早くさささっと上に向かって溶かしていきます。全体が溶けたら少し筆を洗ってちょっと気になるようなところを少しぼかしておきます。完全に乾かします。乾いたら波が立って白くなっている部分を消しゴムで消して作っていきます。消しゴムを斜めとか横向きに動かしてランダムに白いところを作っていきます。
が横向きにちょっと動かして、ところどころ消して、泡の模様が出るように消していきます。上の青いところも少し横向きに消して、ちょっと波があるような感じに少し白いところを作っておきます。黄土色で波の際の部分に影を入れていきます。泡が立った部分のところは下の方に影が映っているので、その影の部分を描いていきます。ちょっと尖らせて、色鉛筆を尖らせてから描くといいですかね。一本線で全部同じように均一に線を入れるんじゃなくって、ちょっと影が太いところと細いところを作って、同じ太さにならないように黄土色で入れていきましょう。で、波の方にも影を入れていきます。白い手前のところはぷくぷくっと泡ができてたりするので、ちょっと細かく黄土色を入れて、ぷくぷくぷくっと泡ができているところを描いて、ここにもう一つ波を描きたいので、ちょっとそこをまず白い部分を線上に消しておきます。で、下のところに黄土色で影を入れていきます。で、手前の波とちょっと違う形になるように左側にももう一つ波を作ります。
入れておきます。茶色も少し尖らせて、影をところどころちょっと濃くしておきます。手前に向かって暗い部分を作ります。全部を塗るんじゃなくって、ところどころ白いところが残るようにして塗っておきます。残した白い部分の際のところに茶色でちょっと影を入れておきます。泡に光が当たって、その影が砂の上に落ちている感じですね。これぐらいかけたら、今描いた部分に水をつけて溶かしていきます。筆に水をつけて、今塗ったところが溶けるようにその部分だけに水をつけていきます。溶かせたらドライヤーで乾かします。で、波の方もちょっと色を濃くしていきます。
水色で横向きにちょっと波の感じが出るように色を塗っていきます。ジアも重ねて、影になってそうなところにところどころ入れていきます。全体が同じ色にならないようにちょっと緑っぽい部分とか水色が強い部分とかを作っておきましょう。で、青色で奥の方にも色をのせていきます。これぐらい塗れたら水をつけて溶かします。で、手前の方が薄いので手前の方から奥に向かって溶かしていきます。波の雰囲気が出るようにちょっと細かく横の方に筆を動かしながら少し横にラインが出るような感じに塗っていきます。全体が溶かせたら少し気になる部分をちょっとぼかしておきます。手前の砂浜の部分に少し黄土色を塗ってちょっとザラザラっとした質感を出しておきます。白のダーマトグラフで波を描いていきます。
白く残しておいた波打ち際のラインと、あとはこの茶色で塗った部分の間に泡の線を入れていきます。ちょっとくにゃくにゃっと蛇行させながら斜めの線を引いて、波の上にできている白い泡を描いていきましょう。手前の波の部分にも白いダーマとグラフの線を入れていきます。最初に消しゴムで消して白く残しておいた部分をちょっと強くする感じで白い色を入れて、白ペンで少しダーマトグラフの上に白い色をのせておきます。全部じゃなくてところどころで大丈夫です。今入れた白い線の下のところに影ができている感じに少しボード色を入れていきます。ちょっと右下の方に影が落ちているイメージで白い部分の影が砂に落ちている感じに描いておきます。
この砂の黄土色が目立たないと、ちょっと濃いめにしないと白い泡の部分が目立ってこないので、ちょっとところどころ濃いめに塗っておきます。一番手前の波のところにも少しだけビリジアンを入れます。水色も重ねます。内側の白い波の線のところに茶色も少しだけ入れておきます。奥の波にもちょっとだけところどころ茶色の影を入れておきます。で完成です。